伊坂信彦君。立憲民主党無所属の伊坂信彦です。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について質問いたします。放送法の政治的公平性に関する問題が岸田政権の信頼性を揺るがす大きな問題となっています。持続可能な社会保障制度を構築する上で、その経済的基盤には経済安全保障の観点が重要なのは言うまでもありません。経済安全保障大臣として社会保障に関わる高市大臣による放送法の解釈変更に関する問題は見過ごせません。法案審議にあたり、まずこの問題について岸田総理に質問いたします。高市総務大臣は2015年5月12日の参議院総務委員会において、放送法上の政治的公平を番組全体でなく一つの番組で判断できると答弁しました。これは補充的な説明とするのは詭弁であり、放送法の解釈変更そのものではないでしょうか。この解釈変更は安倍総理が衆議院選直前の2014年11月18日に出演した番組で、街頭インタビューの内容に偏りがあると批判したことから始まり、2日後に自民党の萩生田筆頭副幹事長から在京テレビ局に対しお願い文書を発出、磯崎総理補佐官が総務省に働きかけ、高市大臣答弁に至ったものです。いわば安倍総理の負の遺産とも言うべきものではないでしょうか。岸田総理は3月6日の参議院予算委員会で、従来の解釈を変えることなく補充的な説明を行ったものであると答弁してしまっています。総理に伺います。一つの番組でだけ国論を二分するような政治課題において、課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合は、現在の岸田政権としては放送法上、政治的公平性が確保されていないと解釈するのでしょうか。また2014年11月以前においても同じ解釈だったのでしょうか。答弁願います。2015年5月答弁の後も、翌2016年2月8日には衆議院予算委員会において高市総務大臣は、一つの番組でも放送法の政治的公平に反する場合には電波停止を命じる可能性がある旨答弁しています。現時点でも同じ解釈でしょうか。今もこの答弁を維持しているのであれば、岸田政権は NHK や民放に対し、政治的圧力をかけて自由な放送をさせないようプレッシャーをかけ続けていることになるのではないでしょうか。その根拠となってしまっている2つの答弁、政治的公平が一つの番組で判断できるとした2015年5月答弁と、一つの番組でも電波停止ができるとした2016年2月答弁を、岸田総理、修正、削除すべきではないでしょうか。今回の公表文書において、意に沿わない番組やコメンテーターを力で封じ込める姿勢が生々しく明らかになりました。安倍総理の10年の負の遺産をここで終わりにするのかどうか、岸田総理、明確にお答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。伊坂信彦議員のご質問にお答えいたします。放送法の政治的公平についてお尋ねがありました。平成27年5月12日の参議院総務委員会で総務大臣が答弁した放送法の政治的公平の解釈については、放送法を所管する総務省から責任を持って国会答弁等において、従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、現在においてもその解釈が維持されている旨説明がなされ、それは一貫して維持されているものであると承知をしております。
報道の自由をはじめ表現の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであるとともに民主主義を担保するものであり、これを最大限尊重することは当然のことであります。平成28年2月8日の衆議院予算委員会で総務大臣が答弁をした放送法違反の場合のいわゆる停波命令については放送法を所管する総務省から責任を持って国会答弁等において放送法が憲法によって保障される表現の自由や国民の知る権利を保障することを目的としていることも踏まえ極めて慎重な配慮のもと運用すべきであると従来から取り扱ってきている旨説明がなされそれは一貫して維持されているものであると承知をしています。これらを踏まえ放送法を所管する総務省において放送行政を適切に運用しているものと承知しており放送事業者にプレッシャーをかけ続けているとのご指摘は当たりません。ご指摘の2つの答弁についてはこうした一貫した説明に沿って行われたものと承知をしておりこのような意味で安倍総理の10年の負の遺産とのご指摘は当たらないと考えております。